ヒロシがね、また大変香ばしいことを言ってたんで取り上げたいと思いますけども、なんか大津彩香さんに彼氏ができたみたいな記事に反応してね、いや俺前好きって言われたんだみたいな、前俺彼氏候補だったんだみたいな、お前気持ち悪いよお前気持ち悪いよお前、中学生じゃないんだからさ、あいつ俺のこと好きだったんだよ、まあ彼氏できてよかったね、中学生じゃないんだからさ、お前35だよ、何をお前なんか言ってるのしんどいよマジで